現在完了形っていう感じかな。苦手意識の高い現在完了形だと思うんですけども、正直マスターしなくてもそんなに困ることはないんだけど、知っておくとやっぱり細かいニュアンスを表現することのできる便利なやつですね。日常会話にも確かによく出てくるので覚えちゃってください。そんなに難しくないよ。まず現在完了形の形はハブプラス過去分詞、これはもう形通りルールなのでそのまま覚えちゃってください。1つ目が継続、2つ目が経験、3つ目が完了で、私が思うに一番大事なのはここの中の最初です。継続、経験と完了は正直そんなにいらんやろっていう感じはい、それではまず継続から見ていきましょう。 Let's get started。このビデオを興味持って見られている方は結構まあ勉強されている方だと思うんですね。で、まずこの違いを聞いてください。私の名前を使いましょう。 I know Ami、 私は Ami のことを知っている。 I know Ami で、2つ目が I knew Ami、 私は Ami のことを知っていた。現在形と過去形の違いですね。で、現在形はまあ知っている、そのままですね。で、過去形になった時に私は Ami のことを知っていた、だから昔は知っていたけど多分今はもう知らない、そういう感じのニュアンスですよね。で、ここで私はこの Ami のことをずっと5年間知っているって言いたい時に、日本語だと知っている現在形なんだけど、ここで何が来ると思いますか？ここで現在完了が来るんですよ。現在完了を使わずに、その私は Ami のことをずっと知っているって言おうとした時に、例えば言えるのは I met Ami 5 years ago、 私は Ami に5年前に出会いました。 I met Ami 5 years ago。 I still know her today、 I still know her today、 私は Ami のことを今日でも知っています。こういうことなんですよね。でもこれはちょっと長すぎるね、長すぎるから短くしたいよねっていうことで、ここで出てくるのが継続の用法。 I have known Ami for 5 years。 あ、短く綺麗にまとまりましたね。こういう感じで便利なんですよねはい、次の例を見てみましょう。 We are married、 私たちは結婚しています。 We are married、 We were married We were married、 私たちは結婚していました。あ、これ大きな違いですよねっていう感じだね。私ちなみに結婚してませんけど。で、これは大きな差ですよね。 We are married, we were married。 で、ここでこの時に結婚、過去のいつかに結婚して今でもずっと結婚しています。で、これを言いたい時に現在完了の継続の用法が便利なんですね。さっきと同じように他の文章で、まあ、長く言ってみると、例えば We got married 10 years ago、 私たちは10年前に結婚しました。 We got married 10 years agoWe are still together today。 私たちは今でも一緒です。今でも結婚しています。これを短くできるのが We have been married for 10 years。 We have been married for 10 years。 We've been married for 10 years。 短く綺麗に収まりましたね。 OK、 これの言い方は分かったけど、時間の長さを表す since と for の使い方がよく分かんなくてごっちゃになるっていう方がいるかもしれません。ちょっとこれ私の言葉でできるだけ分かりやすく説明するんですけど、 since は過去の一定のポイントから見て今現在までの表現できるもので、 for は、期間、長さですね。見分け方のコツとしては単位で表せるものは for になります。例えば秒だとか何日間とか何時間とか何年間とか、そういうのを表したいときは for になります。で、 I have been studying English for three years って言ったんだけど、これは3年間だから for 3 years って言ったんだけど、 since を使って言うこともできて、 since を使いたいときは I have been studying English since 3 years ago、 ago がつきます。なんでかっていうと、じゃあ例えば他の文章で見てみましょう。 I have been drinking since last night、 昨日の夜からずっと飲んでいる。 I have been drinking for last night とは言えませんよね。 since last night、 わかりますかね。あ、難しいな、これ説明。 since、 その過去、昨日の夜、例えばじゃあ9時にスタートしたとして、そこの一点のことを表して、はい、それでは次、経験について見ていきましょう。経験といえば、まあ、何々したことがある。2つの文章を見ていただきたいんですけど、 I went to Tokyo と I have been to Tokyo。
これの違いといえば、まあ東京に行ったっていう過去の事実を話していることと、東京に行ったことがあるっていう経験を表現している、この差の本当に細かいニュアンスの差ぐらいしかないんですね。実は経験を強調しているときに現在完了の I have been to Tokyo って使うんだけど、正直これは別に分かんなくてもそんなに害はないと思います。じゃあもう一つ文章を見てみたときに、 Oh, I saw this movie、 この映画 見ました、見た、この映画見たと、 Oh, I've seen this movie、 この映画見たことある、まあ、言ってることは基本同じで、ニュアンスの違いというか、どこに強調したいかの違いぐらいですよね。あ、この映画見た、この映画見たことある。この経験の用法の中に回数の表現とかがあると思うんですけど、例えば I have seen this movie once、 一回見たことがある。 I saw this movie once、 一回見た、どっちも間違いじゃないから、どっちも同じ、結局同じことで何を強調したいかですね。あ、これを見たことあるよってことを強調したかったら、 Oh, I've seen this movie twice、 2回も見たことがあるよ。だけど Oh, I saw this movie twice って言っても結局は同じ意味で、本当にニュアンスの違いだけですね。ここは皆さんの中で鋭い方は、なんで行くは go なのに行ったことがあるになると be 動詞を使うんだろうって思われる方がいるかもしれないんですけど、 good point、 good question。 go っていうのは、行くっていうのは動作に重きを置いた動詞なんですね。 be は存在する、そこにいるっていうことじゃないですか。 be 動詞、状態とか、そのそこにいるっていうことを示す動詞なんですよね。なので例えばじゃあ東京に行ったことがある、行ったことがあるっていうよりは東京に存在したことがある、そういう感じになります。そこに存在するっていうと be 動詞、 I am here, I am in Tokyo ですよね。 go っていうのはすごいその動作、一点から一点にこう移る、これが go なんですよね。ここに存在し、そこに何回もうるさい、そこに存在したことがあるっていうのを言いたいんだから、 I have been to Tokyo で、 gone はこういう動き、結局こういう動きなわけだから、 gone しちゃうともうどっか行っちゃったの、そこにまた戻ってこないわけ。 go の過去分詞 gone になると、そこにもう行っちゃって戻ってこないんですよね。そういうニュアンスで、だから行ったことがある、戻ってきたわけだから、それは I have been to Tokyo、 そこに存在したことがあるよ、けど戻ってきたよっていう感じです。自分で言ってて意味が分かんない。うん、 gone はもう行っちゃって戻ってこないよっていうニュアンスで、そう、行ったことがあるよっていうのは、そこに存在したことがあるよ、だから be 動詞を使うっていうわけなんですね。はい。はい、次、最後の完了の形なんですけど、これ現在完了って言ってる割には完了形が一番どうでもいいと思ってて、省いてもいいぐらいこれなんだけど、本当にこれもさっきの経験と同じで、ニュアンス、何を強調してるか、どこに重きを置くか、それの違いですね。例えば I have just cleaned the room、 I just cleaned the room、 結局は同じなんだよね。たった今終わったよと、たった今終わったところだよ、これの差なんだけど、 I have just cleaned the room って言ったら、あ、じゃあこの終わった、今終わったんだよっていうのを強調したい時に言うことで、同じような言い方を現在完了を使わずに言うとしたら、 I just finished cleaning the room、 I just finished cleaning the room、 たった今これ終わったよ、ほら、クリーニングし終わったよっていうことなんですよね。だから必ずしも現在完了の形で言わなくてもいいぐらいです。これは I just cleaned the room だと結構ニュートラルな感じだけど、したところだよ、 I just finished I just finished cleaning the room or I have just cleaned the room、 同じですね、この辺。はい、終わったところだよと終わったよの差かな。もう一つ他の例を見てみましょう。 Have you already watched my new video? 私の新しいビデオもう見ました？ YesI have already watched your new video. ありがとう。見てくれてありがとう。そう、これもうすでにし終わったよ、もうすでに何かしたよっていう時に I have already とか、そういうことを付け足してこう強調しますよね。 I watched your new video、 見たよと、 I have already watched your new video、 もう見たよ、もうすでに見終わったよ。はい、こんな感じで本当に強調とニュアンスの差ぐらいしか言いようがないと思うんだけど、うん、で、このもうすでに何々したよってなると、これが完了の形なんだけど、経験の形と被るようなところがある。なんでかっていうと、もうすでに何かしたってことはそれは経験ですよね。だから Have you already watched my new video? 私の新しいのもう見た？これは完了を聞いてるんだけど経験でもあると思いません？
もう見ました？もう何々しました？はい、そんな感じなんでね、この現在そう完了、結構この3つの用法がやっぱりこういう表あるじゃないですか、なんていうの、こういう丸の表、なんかミッキーの逆さみたいな、あれみたいな感じでこうやっぱりかぶってるんですよね、感覚的に、っていうのが私の頭の中での理解です。はい、はい、こんな感じで用法に関してはこんな感じなんですけど、ぶっちゃけだよ、ネイティブの会話の中で I have って言うことないし、 I've って省略されるじゃないですか、とか We have も We've だし、 She has, She's, He has, His だからね、ほとんどね会話の中で、まあ、聞こえない過去形の形と過去分詞 の形が違うと、動詞例えばね、B とか違うじゃない？ I だったら I was と I've been、 明らかに形違うから聞いてて差が分かると思うんだけど、例えば finished とか finished の過去形と過去分詞一緒ですよね、 finished だからこういうのって She's just finished、 She has just finished と She just finished、 ほとんど同じに聞こえるでしょ。だから英語なんか一生懸命喋ろうと思った時に、あ、ここはどっちがいいんだろう、どっちがベターなんだろう、全然気にする必要がないっていうことを言いたかった。はい、はい、以上となりますが、私が言いたいのは、もし迷っちゃったりしたら、なんかこういうことを言いたい時に、あれ過去分詞だっけ過去形だっけどっちだろう、うーんってなっちゃった時に、もうとにかく現在形でもいいから言っちゃった方がいい、言うが勝ち、言うが勝ち、いや本当にね、迷ってて、あーどっちだっけ、うーんってなってたらやっぱり会話が途切れちゃうので、特に、うん、会話の練習をされてる方はもうね、とにかく気にしない、時制とかに気にしない、気にしてたらね、もったいないです。何か、あ、これ見たことあるって言った時に Have you seen it? とか Have you watched it?でパッて出てこなかったら You watch it とか、もう You watch it とか、なんかそういう風に適当じゃない、間違っててもとにかくパッパパッパ言っちゃった方が、話すためにはその頭の本当に筋肉と口の筋肉と頭に筋肉あるのかな、脳みそは筋肉か、あの連動なので、とにかくやればいいと思ってます。だからね、あんまりOverthink、 考えすぎずに言いたいがままに言っちゃった方がいいよ。はい、私もしょっちゅう変なこと言ってるからね、本当に。はい、そんな感じで今日見てくれてありがとうございました。質問とか、こんな文章あったんだけどこれはどういう意味とかあったら、どんどんコメント欄でもいいし、私のインスタグラムでも DM でも何でもいいので教えてくれて嬉しいです。 Thank you so much for watching. Enjoy studying. See you next time. Bye.